皆さん、こんにちは。HPLC のアウトレットバルブ、取り外しと取り付けについて説明します。準備するものは手袋4分の1インチスパナ、14ミリスパナです。ポンプは送液を止め、電源をオフの状態にして作業を始めます。はじめにアウトレットバルブに接続しているキャピラリを取り外します。 次に樹脂製のロックネジを取り外します。この後の作業中に誤って破損させてしまわないよう外しておくことをおすすめします。14ミリスパナでアウトレットバルブを緩めて取り外します。取り外し方法は以上です。 逆の手順でアウトレットバルブをポンプヘッドに取り付けます。14ミリスパナでしっかり固定します。 ロックネジを取り付けます。キャピラリを取り付けます。 アウトレットバルブの取り付けは以上です。ポンプの種類と発売時期により、アウトレットバルブの形状に違いがあります。ご注意ください。こちらは2024年時点、現行のアウトレットバルブで、キャップがないタイプです。こちらはキャップ付き、バイナリポンプ用のアウトレットバルブです。 キャップの内側にメッシュ状のシーブが入っています。こちらは古いタイプのアウトレットバルブで、アイソポンプ、またはクオータなりポンプ用のものです。キャップ付きですが、キャップの内側にはシーブは入っていないタイプです。